皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。タミヤイギリス軍ユニバーサルキャリアマーク2です。同年代初心にとってはブレンガンキャリアですかね、はい。タミヤの最初のやつはそういう名前ついてましたよね。箱絵にも書いてあって、で通りなかなと思ってたんですよね。日本特有の、ロンメル戦車とか、ハンティングタイガーみたいな。でも一応調べたら、マーク2は、ブレンガンですよね。あっちが主兵装ってことなんで、ブレンガンキャリアも一応、ちゃんとした、通称になってるみたいですね。はい。で、キットは、子供の頃作りましたよね。はい。ヴィンテージのキットで、あるんですけど、箱絵がね、違うなと思って一応調べたら、1994年に、リニューアルされてたんですね。はい。とはいっても30年前ですし、オリジナルのキットは50年ぐらい前ですから、はい。50年前のキットが30年前にリニューアルされて、で、未だに現役っていう、タミヤお得意の、キットですよね。新しいパーツはね、当然いくつか入ってると思うんですけど、多分本体はオリジナルかなと思うんで、その辺は改めて見れるんで、ちょっと楽しみですね、個人的には。はい。では早速中身で参りましょう。組み立て説明図ですね。あと、テクニカルティップス。中はこういう感じで、結構いっぱい入ってるんですよね。子供の頃見たやつはもうちょっと少ないかなっていう感じだったんで、新規パーツね、当然入ってるみたいですね。組み立て説明図です。表紙は、実写の解説ですね。はい、で、ここは翻訳されてますね。はい。注意書きですね。あと、ガラチャートですか。で、組み立て開始、カブシャージからですね。この辺が運転席で、この辺が、いわゆる荷台っていうんですかね。座席とか、そこのスペースですね。で、バルクヘッドって言うんですね。各駅のことをね。で、エンジンルームのところとか、ちょっと呼び方が違うみたいで。で、ここが、箱組みしてますけど、中にエンジンが入ってる、エンジンパートですね。はい。ここからも箱組みですよね。はい。だから、このスペースにエンジンが入ってるってことですね。一応、ミッドシップ。はい。で、足回りですね。これ、機動輪ですね。はい。戦車っつっても、実際トラクターですからね。はい。デバレンジを介して直結してますね。はい。これがその他のサスペンションで、こうやってくっつけるわけですね。排気管で、これ、はい、はい、機動輪のアクセルはむき出しなんですね、これね。はい。でも、この辺ガーンってぶつけたら、どうするんですかね。はい。で、履帯は今風のものに、変えられてますね。はい。接着と塗装画家ですね。はい、昔はね、焼き止めでしたけどね。はい。リアパネルですね。工具とか、牽引フックの器具を取り付けて、車体がもうほぼ出来上がってるんで、ほぼ偽装ですか。ね、後ろの雑具箱つけたり、サイドフェンダーつけたり。で、これが正面走行ですね。表側で裏側ですね。はい。これはここの天井ですね。はい、もう車体はほとんど完成で、正面走行とここを天板つけて、あとは装備品ですね。はい。こういったものを取り付けてますと。当然、ブレンガンキャリアなんで、ブレンガンですね。はい。はい。これ多分完成ですね。はい。あと、アクセサリーが結構くっついてて、はい。こういう対戦車消火器とか、はい、歩兵の、はい、サブアームとか、こういったものが。で、この辺ですか。弾薬ケースだとか、いろいろは、アクセサリーでくっついてるってことですね。はい。最後、はい、フィギュアの塗装図で、これです、これ。多分これがオリジナルのフィギュアで、昔作った時確か、アフリカ
先生向けだった気は確かしますね。うん、でこれが多分一応パッケージはヨーロッパ戦線ってなってるんで、新規パーツですね。うん、なるほど。フィギュア5体入りだ。はい、完成ですね。最後、塗装図。まあ、塗装はもう、オリーブドラム単色で、あとマーキング図ですね。はい。以上です。ヨーロッパ先生向けの搭乗員の、はい、フィギュアですね。今回これが新規パーツですね。はい、残りは、はい、オリジナルでした。はい、まず顔がね、すごくいいですよね。柔和な顔っていうんですか、まあ、穏やかな、はい、まあ、ちょっとね、もう笑った顔で。で、まあ、服のディティールとかはもうさすがに多分、もうじきにね、タミヤの最新のフィギュア出ますけど、まあ、本当に最新のものに比べると、まあ、当時の感じなんですけど、まあ、正直、まあ、十分いいと思うんですよ。で、特に今の塗装法ですか。はい。塗装の塗料とか、塗装法とか考えたら、もう全然十分いいと思いますよね。うん、すごくいいですね。うん、立ってる姿もね、まあいいですよね。もう本当に何ですか、丸田んぼみたいな形じゃ全然なくて、まあ、本当に人体っていう感じですよね。うん、本当顔いいですよね。手もいいですね。うん、いいですよ、タミヤ。マスターボックスとかね、ミニアートドラゴンのフィギュアもね、もうやってますから、向こうがね、まあ、比べれば向こうの方がまあいいんですけど、やっぱり日本でね、手軽に買えるってことを考えると、うん、素晴らしいですね。で、はい、まあ、おまけの消火器ですね。対戦車ロケット砲と、ステンですね。まあ、このぐらいシャープに成形されていれば、申し分ないですね。うん。いや、素晴らしい。タコ糸ですね。まあ、牽引は弥生ですね。結構長めに入ってます。まあ、ただ、まあ、ご覧の通り、毛羽立ってるんで、まあ、これちょっと表面処理しないと、まあ、あんまり、鉄のワイヤーっぽく見えないですね。はい。まあ、水糸とかね、そういったのに置き換えちゃってもいいかなっていう気がしますね。履帯ですね。はい。ゴムのベルト式ですね。まあ、当時はね、接着できない、塗装できない素材でしたけど、これはもう今風の素材に変わってますね。はい。接着も塗装も可です。裏側ツルペタですけど、まあまあ、これはもうご愛嬌ですかね。はい。もう細いし、うん、ウェザリングしちゃうんで、はい、多分問題ないと思います。はい。まあ一応こだわる方は別売のものに変えてもいいと思うんですけど、はい。多分キットは3個ぐらい買えると思うんで、はい。まあその辺は、はい。お財布と、はい。相談して決めたいです。はい。デカールです。30年前のリニューアルとは言っても、最近生産されたものを新品購入してるんで、もう全然劣化してないと思いますね。もう色ほんと綺麗で、で、まあ、かなりいっぱいついてますよね。はい。アメリカ軍のまでついてるんで、かなりいろいろバリエーション作れると思いますね。うん。余白も少ないですしね。すごく使いやすいデカールだと思います。これは車体のパーツですね。はい。まあ、正面装甲とか、リアパネルかな、これはな。まあ、そういうのが入ってますね。まあ、複雑な形はまあしてるんですけど、やっぱり平面構成なんで、パーツの成形が非常に、まあ、多分当時としては楽だったんでしょうね。はい。まあ、リベットとか、まあ、もうちょっと大きめでもいいかなっていう気がしますけど、まあ、この辺はもう本当に塗装のしがいがあるっていうんですか、塗装以下でね、まあ、十分良くなると思いますし、これサイドフェンダーと、これ多分乗るときに足引っ掛けるやつですね。はい。ステップラダーとかっていうのかな。うん。まあまあそこそこ暑いですけど、うん、なんかこういうやつってあんまりベコベコしてるの、まあ、見たことないんでいいかもしれないです。で、これですね、これ多分偽装毛だと思うんですけど、どうですかね、まあ多分キャンバスの袋みたいのに入ってる状態ですけど、まあ、この辺のシートですよね、なんかの。止めてるベルトとかバックルとか、まあ十分いい感じですよね。多分、こう、マスキングテープとか、こう自分で貼って、この辺を針金で細工した
ものを自作しても多分こうなると思うんで、まあまあ何が言いたかっていうと、元の出来が十分いいってことですね。はい。この辺も多分、これエンジンルームのところの、多分天板で、ここがエアインテークになってるところ、メッシュですよね。はい。まあ、これだけ細かく丁寧にディテールついてんだったら、もう墨入れ一発で OK とか、はい。まあ、多分、半分予想はしてたんですけど、今見ても十分いいですよね。はい。まあ当時は、そんなこと全然考えもしなくて、まあ作ってましたけど、うん。車体のパーツですね。まあこれは主に側のパーツですね。はい、まず底板ですね。うん。で、これがまあ多分一番目立つのかな。側面装甲ですね。うん。まあでもさすがに、若干ちょっと引けてる気はしますかね。うん、まあ裏側にね、こういうものがあるんで、これはもう、まあ今作ってもこうなっちゃう可能性がありますから、まあこの辺はちょっと、まあ塗る前にね、サフ拭きますから、チェックですね。うん。あとまあついてるパーツはもう、まあ本当に単純な構成で、正座線良かったんだなっていうイメージそのままですね。これ座席ですね。まあクッション。はい。これバルクヘッドかな。はい。こういうもの、これは、あ、でもこれは違うな。うん。運転席の当たるとこは、走行板が共通になってましたよね。はい。まあ、この辺、メーターパネルらしきものとかついてますよね。うん。はい。こんな感じですね。車体のパーツですね。まあ、側面。横の側が株シャーシと一体型ですね。あとまあ足回りのパーツですね。はい。まあだんだん思い出してきたんですけど、とにかくこれはパーツがね少なくて、車体、特にまあ組み立てがね結構楽だったなっていうイメージですね。はい。当時はやっぱり株シャーシなんかね、大抵は箱組みしてありましたから、これやるとなると結構ね曲がったりして、難しかったり、子供だと難しかったりするんですけど、あんまそういうイメージなかったですね。サスペンションももう全部、はい、アームとスプリングが一体型ですけど、もう何の問題もないですかね。はい。まあよくスプリングのとことかはね、パーティングラインとかは、ね、目立ったりするんですけど、まあまあ、まずまず大丈夫ですね。うん。バリもね、ほとんどないですね。これがデファレンシャルと一体になった、まあ機動輪の、まあアクセルですよね。剥き出しの。うん、この辺のは、アクセサリーですかね。まあ、弾薬箱とか、まあ、ガロン缶とかですか。はい。まあ、天理類ですね。はい。いや、もうなんか、多分、じゃあ仮に今、はい、新設計しても多分こうなりそうな感じですかね。はい。まあ、押し出しピンとかね、裏側ついてますけど、まあ、ここ見えないですから。はい。はい、最後。オリジナルのフィギュアとアクセサリーですね。まあ、この辺のパーツは車体につく細かいパーツですよね。まあ、無線機とか、透過類とか、消火器と牽引フックのパーツとかですね。はい。で、まあ、肝心のフィギュアは、こうです。はい。まあ、前日のね、まあ、新しいのに比べれば、まあ、20年ぐらい古いですか。まあ、オリジナルのフィギュアなわけですよね。タミヤのね、ミリタリーミニチュアの当時の。でも、この出来ですからね。はい。まあ、パーツの分割はね、まあ、当時こういう感じでしたけど、十分いいんじゃないですか。はい。まあ、ヨーロッパ先生向けで使うとなると、まあ余るわけですけど、これはこれでね、どっかでね、使えますよね。うん。で、この辺がまあ、アクセサリー類ですか。デスカブトとか、はい、まあザックとか、うん、ですね。で、まあ弾薬箱の類ですね。で、小銃。エンフィールド銃も、このディティールですからね。いや、もう、申し分ない。ですね。うん。で、肝心のブレーンケーキですね。はい。まあ、これはね、見てる方に、まあ、評価は
お任せしますけど、まあ十分いいと思いますね。うん、バイポッドもね、まあ閉じたのと開いたのと両方ついてますし、で、まあ、まあ唯一、まあ、まああれと思ったのは、まあ、まあしょうがないんですけど、まあ、押し出し面の跡がまあがっつりこっち側についてると。はい。で、車載のやつはもう多分問題ないと思うんで、まあ上にあの、重荷に乗せて見せるやつとか、あとまあ、取り外しで持ってるようなやつは、ちょっとまあここは修理ですかね。一応へこんでるんで、パテ埋めしなきゃなんないですけど、まあもう今はもう、あの、こういうの埋める、パテ代わりのもの、はい、まあパテの他に、瞬間接着剤とかね、まあいろいろあるんで、まあ多分問題ないと思いますね。はい。うん。パーツの紹介は以上です。総評です。最近まあちょっと調子に乗って、長めの動画が多かったんで、まあ肩の力を抜くつもりでこのキットを選んだんですけど、なかなかどうして見どころは結構ありましたね。はい。本体っていうんですかね、まあオリジナルの部分ですか、まあ車両とまあ付属のアクセサリー類とかフィギュアは、まあ当時物で、まあ新規にそのフィギュアが追加されただけまあだけって言ったら失礼かな、はい、まあそういうキットで、まあ履帯がね、今風の素材になってて接着や塗装もできるものに変わってたとはいえ、まあ当時物の、キットがそのまま出てきたわけですけど、いやもうなかなかどうしても全然いいと思いますね。はい。ユニバーサルキャリアはリッチモデル、あそこのがもうすごくまあハイディティールで、まあ出た当時僕も買おうかなと思ったんですけど、ものすごい高くて正直ちょっとまあ躊躇してたっていうんですか、まあ決断しきれなくて、で結果タミヤの買ったんですけど、まあこっち買ってよかったですかねまあもちろんそれは作る技量とかそういったのも含めてですけど、もう本当に今はもうこう昔と比べれば、まあ、特にまあ、作ったり塗ったりする、まあ、材料とかテクニックですよね、まあ、当時ではできなかったとか、まあ、考えてもなかったような、うん、もう作り方や塗り方がもう、まあ、なんですか、皆さんの努力によって、まあ、公開されてるんで、まあ、そういうのを使えばもう本当にいいものができそうな感じがするんで、まあ、パーツの数もね少ないんで、まあ、やっぱり完成させるっていうことを考えると、まあリッチモデルじゃなくてタミヤで、まあ良かったなっていう感じです、個人的には。あとまあ結構資料がいっぱい残ってるんですよね。これはまあやっぱり生産コストは安くて大量生産されたっていうのもあるんでしょうけど、とにかく対戦中まあいろんなところで偵察、それから牽引ですよね、まあ家宝を牽引したり、まあ人を運んだりとか、まあいろいろ活躍してたんで、まあこういう車両ってイギリスだけじゃなくて多分どこの国も結構開発してたはずなんで、まあそういったのも、まあ、新しい、まあ市場とまでは言わないですけどね、まあ新しいキットの開拓いろいろやってもらいたいですよね。うん、まあなんかちょっといい機会になった気はしますかね。はい、よくわかんないんですけどね。はい、今回のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。